Fukushima Daiichi 原発は地震と津波により全電源を喪失しました。原子炉建屋のある海抜10メートル地点は全域が水没。非常用ディーゼル発電機も海水をかぶり故障。中央制御室の全ての計器が作動していません。原子炉は今どうなっているのか確かめる術がありません。冷却装置が動いてるって言ってただろ。弁が開いてる状態か分からなくなりました。分からなくなったってお前。数時間のうちに格納容器が破損するということです。チェルノブイリになるぞ。1号機の格納容器内圧が620キロパスカルを突破。外部への放射性物質などの影響は確認されておりません。福島第一原発は何で詳細教えてこない。いい加減中身のない答えはやめてくださいよ。いいか止めろ。官邸がグジグジ言ってんだよ。すぐにドライウェル弁当やれ。放射性物質の拡散量は増えるがもう仕方ないだろ。格納容器が壊れたらまずいだろ。知ってますよそんなこと。私たちは何かを間違ってしまったのか、それとも避けようのない運命だったのか。もうここではずっとあと何時間ですって言ってきてる。今度はどんな言い訳をするつもりなんだ。必ずやります。君が言い出したか。はい。全電源を喪失している今方法は一つしかありません。人間の手で開けてやる必要があります。誰が行くことになるんだ。中央制御室の運転員たちです。被爆は避けられないでしょう。探してくれないならそれはそれでいいんですよ。私がそっちに探しますから。原発の中に入れてくださいよ。事態はそんなに悪いのか。もうこの福島第一原発はどうなるか分かりません。2011年3月11日その日から始まったあの数日間は一体何なのか。